こんにちは、市川です。今日は令和元年10月8日の火曜日ですね。実は今から見てください、これお分かりですよね。はい、登山に出かけてきます。行き先は、北アルプスの唐沢カールですね。明日明後日の2日間テント泊で予定しています。で、今回は私ソロじゃなくて、たまにブログで紹介しているお連れ様も一緒に行くということで、まあちょっとどうなるかわかんないんですけど、まあとりあえずつけばいいなというような感じですね。まあ今回からね、実は YouTube 用に外部マイクも購入したんですよ。で、今それで録音しているんですけれども、で、まあやっぱり音声もちゃんと入れていきたいなと思って今回導入に踏み切ってみました。その第1回目がこの唐沢になります。今までと違うような動画を、まあ、お届けできればいいなと思いますので、ちょっとそれも頑張りつつ唐沢に向けて行っていきたいと思います。ではこれから唐沢に向けて出発です。行ってきます。おはようございます。今日は10月の9日水曜日です。今サワンの駐車場にいます。できればタクシーで先に、始発が6時のバスなので、それより前に観光地にできればなと思います。それでは帰宅しちゃいます。ただいまご乗車いただきました電車は沢湾大橋、沢湾大橋でございます。皆様にお願いいたします。お帰りの際は混み合いますと、途中の停留所からのご乗車は困難となります。ということで、かっぱ橋を過ぎました。やっぱり平日なのでかなり人が多いですね。で、まずこれから明治ですね。明治に向かいます。だいたい1時間ぐらいですね、歩いて。まあ、明治の徳沢向こうでだいたい3時間ぐらいでしょうか。はい。まあ、結構ね、平坦で、あまり面白みがないと言わないんですけど、頑張っていきましょう。
はい、ということで、今横尾まで着きました。ああ、疲れた。ですね、横尾に着いた途端、疲れた、あの、有名人が出迎えてくれました。紹介します。板垣さんです。イエーイ。お疲れ様です。もう歩きたくない。今日装備結構重たいんですよね。そうです。またね、ザック大きくしちゃったんで、重たいんですけど、もう行く気はないですね。まあお天気もいいんでね。ちょっとぐるぐる回ってみます。回ってます。旅行で、でも旅行まで来れてよかったもん。それで一応なんか安心するよね。そうですね。うん、まあここからね、結構坂とかね、そう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 、暑いんですよね。もうエッチラオッチラですよ。まあ歩いてれば着きますからね。そう。ということで、ここからしばらくはちょっとご一緒に進んでいきたいなと思っています。まあどっかで別れてもまた上で、そう、置いてってくれ。お会いできればと思いますんで、じゃあ引き続きここから頑張っていきますか。そう、もうほら最高だよ空は。本当いい天気。本当感謝しないといけないな。うん、じゃあこんな感じで行きましょう。はい、じゃあお願いします。本当にバチですね。はい。よいしょ。いや、あれですね、本当。本当に橋から、いきなりこう、登山が始まるって感じですよね。うん、
歩けたバスがある。なんだ。まさか。小屋が見えるじゃん。いや、見えてるけど、なかなかつかない。すごい混んでる。わあ。いやー疲れた。疲れましたね。頑張った。頑張ってます。頑張った。ビール飲みたい。
もう